こんにちは。こんにちは。こんにちは。キムキムスターズのカモと、ガメとサセです。今日の企画はお風呂タピオカ。読んで字のごとくお風呂に最近流行りのタピオカをね入れていこうかな、タピオカミルクティー作っていこうかなという企画なんですけれども、ちょっと遅いくらいですけどね、過ぎ去ったブームでもう一回呼び起こして僕らなりに面白い企画にしていこうかなと思うので、どうぞ見てください。チャンネル登録よろしくお願いします。みんなの夢を叶えます。1年間で登録者10万人いきます。そしてなんとミルクティー70リットル用意しました。ミルクティー飲み干せる確率無限大。てん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 無限大。あったじゃん。おお、いやいや重いよ。あちらでタピオカの素。重いですね。これがタピオカ3キロ台湾で送られてきました。エネルギー 100g あたり 244 キロカロリー、 1000 キロで 2440×3 7200キロカロリーです。これえぐっ。マジこれがよ。タピオカってさ、茹でたら黒くなるの？もともとこういう色黒くなる。なんか豆みたいだね。キャッサバだっけ。キャッサバってね、芋のね、根っこから作ってますね。頭でしょ。つけさせて、いくよ。いい。痛い。普通にドンキホーテ。あ、違う違う。この細胞死にました。タピオカはね、あのラーメン一杯分よりもカロリーが高いらしいですって佐世くんが言ってました。あれ嘘です。え、嘘でしょ。本当本当。どうしどうし。本当本当。いやいや、わかんない。本当にラーメンと同じくらい。あの一杯で痩せたいって言ってる女子がタピオカ飲んだらバカ野郎。矛盾してんね。ラーメン食べ行こうよって言っても行かないくせにタピオカ飲むんかお前みたいな。そう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 。可愛いけど OK みたいな感じ、ね、許せません。そんな女子許せません。許せません。そんなん世間は許してくれませんよ。世間は許してくれませんよ。今から茹でていきたいと思います。これがタピオカですね。3キロの、まずね、カラカラで食べてます。なんかボソボソだよ。さっき頭叩いてたらなんかめっちゃ割れた。ダメ、納豆みたいな。お、え、いける。タピオカの味がする。タピオカのまあ味が薄いバージョン。これがプニプニになるとは思えない。茹でるよ。えい。一回じゃ無理だ。やばいんだけど色。やば。そうだろ。失敗です。わらび餅みたいな感じじゃない。餅になったよね。溶けすぎて。餅になったんだよな君は。バカになったんだよな君は。できました。3キロです。ププ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 プ。これ何に見えますか。ゼリー。おっぱいでした。おっぱいか。おいしそう。人はお風呂入るのにこんだけ水使うんですね。水の大切さをね、染み渡りまでまでした。じゃあ入れていきたいと思います。はい、どうぞ。はい、一本入れてパッタコだけ。これめっちゃいい匂いする。本当だ。夢だったよね。なんか我々のさ、飲み物でさ、お湯つかれるんだよ。絶対カシュいい匂いになる。体からね、ミルクティーを感じない。このね、70リットル絶対に無駄にしないから、これ飲むから。もしかしたらね、フードロスとか無駄遣いとか書かれるかもしれません。僕らはね、夢を叶えたいんですよ。みんな誰しも夢見ますよね。ガリバーで放棄の世界ですよ。ちっちゃくなって女の人のおっぱいに突っ込んでみたい。俺のミルクティーバージョンだ。これでようやく足の小指の爪浸かるぐらい。うまい。楽しそう。楽しい。気持ちいい。飲ませろ。バキッ。Thank you.
45リットルぐらいかも入ってる。どんくらいなんだろう。もうこれ、あ、ちょっと色違うね。結構な量あるじゃん。でこれに人が入ったら結構マジでなみなみになると思うんだよ。確かに。でタピオカ入れたらタピオカでも3キロ分ね追加されるから。次でラスト。ラスト。これで70リットル達成。イエーイ。70リットルイエーイ。じゃあこれ補充していきたいと思います。全部ねくっついちゃってる。全部いこう。うわぁ、どうすんげぇ。さあ、これで紐ほどいていきます。あったかこれ。もう手ぬるぬるになるから。うわぁ。やばい。よしよしよし。よしよし。あ、結構いいね。もう進化しそう。もう進化しそう。ダメだって。あ、でも慣れてきた、慣れてきた。慣れてきたよね、なんか。すごいね、俺らすごいことやってる、寒いけど。これすげえあったかいんだけど。ほらほら。ほらほら、漁師。すごい、こうやって飲めるよ。うまそう。こうやってタピオカ飲んでる。飲む飲む。嬉しい。嬉しいよ。おいしい。さあ、今日は神奈川県の某所で有名なタピオカ専門店に来ました。イエーイ。これが最近ね流行りのねお風呂タピオカってやつなんですけども、ですけども、これはゴンゴンカマチャですね。カマチャ、あ、うまいね。どうも。え、おいしい。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 これねタピオカも本当に時間制だけどちゃんとできてる。うん、でタピオカの作り方はクックパッドで水で7、8時間とか1日浸さなきゃいけないって書いてあったんですけど、いけるね。いけるね。5分ぐらいでいける。うん、常識を覆いました。覆しました。一番いいやり方を発明しました。え、うまいね。うん、じゃあカバ君、はい、次はこれで釣ってみてください。思いっきり行ってみましょう。このサイズですね。これあの僕の口がマジギリギリぐらいです。はい。思いっきり。いけ。すごめん。ちょっと予想と違うな。よく入ってこない。もうちょいちっちゃくする。さすがにやってみよう。ちょっと俺やだな、これ。簡単にしよう。この自家製ストローはクリアファイルです。そうそう、クリアするの使ってました。いくよ。いけ。むずいよね。でかい。でかいでかいでかい。そう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 。ちょっといけそう、ちょっといけそう。おお。おお。飲めた、ちょっと飲めた。そうそうそう。これね、2段階で吸ったらいけるよ。この辺に来るまで止めて、そっから吸ったらいける。うん、そっからもう一回、くるって。そっから、うん。そう、だんだん。うん。飲んだ。発表かけろ。うわ。え、うまい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 。え、もうなんか、もう。タピオカなんかわかんないけどね、もう。めっちゃ水の多くない？うん、あの瞳孔開いてるからさ。うん、瞳孔じゃない。瞳孔。あー、先際だ。これをなんか、青春してる感じある。そのブルブルしながら言わない。うまっ。これが俺らのタピオカミルクティー。もうちょっとでかいの行きたかったんだけど。口の中のタピオカ消えないから。小学校でさ、給食で出てきたフルーツポンチの中でここ5時間目まで食ってるやつ。そんなやついねえわ。そんなやついねえわ。プール終わったら口より青いやつ。